この塾に入塾するというイメージを抱かせることに成功しますよね。そこと、やっと戦えるんですよね。お母様、もしこの塾に入塾するんだったら、皆さんこんにちは、教育屋形の平野と申します。今回はですね、面談の話をしていこうかなというふうに思います。皆様ですね、まあお約束をしたり突然飛び込んできたりした、まあお母さんであるとかお父さんであるとかに入塾の説明案内をする時ってあると思うんですね。大体の塾がおそらくなんですけど、その面談室に連れて行ってお座りになってもらって、記入用紙みたいなやつとボールペンを渡して、こちらできる範囲で構いませんのでご記入くださいって言って渡して、5分後ぐらいに戻ってきますねみたいな感じで言って5分後に戻ると、そうするとその情報がパッと見えて、その名前であるとか今通ってる学校であるとか、まあ、偏差値であるとか、そういった情報がまあ分かると。こんな項目もあると思うんですよ。他に検討中の塾とか、他に体験に行ってる塾っていうみたいな項目があって、そこにね、結構大手の塾の名前を書かれているパターンってあると思うんですよ。うわ、負け戦になるぞっていう風に直感的に皆さん思うと思うんですね。例えば僕だった場合は高校生を相手に教えておりましたので、例えば検討中の塾のところに河合塾、寸大みたいな風に書かれていると、おっとこれはきついなーっていう風に思うんです。そういう時に僕が放つキラートークを教えたいと思います。今日は来ていただきましてありがとうございますと、で平野と申しますって自己開示をした後に、お母様、もしこの塾に入塾するんだったらお母様は何をしてほしいですかって聞くんですよ。そうするとこれによって利点が2つ生まれます。まず1つ目が、この塾に入塾するというイメージを抱かせることに成功しますよね。で、2つ目はやってほしいことを考えるので、これとこれとこれを、特にやってほしいんですよって言うわけです。そうすると面談の初めの時点で相手がネックに思っているポイントが3つぐらい把握できるんですよ。そこに対してどういうアプローチ方法を取っていくか、どういう問題解決方法を取っていくかっていうことを整理することができるんですよね。そうすると、申し訳ないですよ、大手の河合塾とか寸大の入塾の案内の人ってそこまで話聞いてくれませんから、入塾したいならこれを書いてくださいで終わりなので、そことやっと戦えるんですよね。我々中堅塾はもし入塾したら何をやってほしいですか、そしてそのやってほしい内容をちゃんと全部喋る、こっちが説明する、で解決できそうだなって思わせる。そうすることによって大手に対しても中堅は分がある戦い方ができるんですね。何やってほしいですかって聞いてみましょう。お母さんが喋り出したらきちんとメモを取って、こうしていく、ああしていくっていうのをその場で考えていくと、こういうのをやってほしいのかなというふうに思います。結果的にそれを言ったことで大手にも勝つし、同じぐらいの中堅塾にも勝つことができるというのが、このトークの最大のポイントであるというふうに思っています。真似したい人すぐ真似できますから、明日からやってみてください。はい、では参考になりました方、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。